佐賀新聞社鳥栖支社の杉原孝之です。鳥栖市春町で45年間続いた自動車整備工場が多目的文化施設に生まれ変わりました。この地にあった自動車整備工場を改築し文化施設としてオープンさせたのは近くに住む糸山聖子さんです。49年前、夫の博明さんと一緒に自動車整備工場を始めましたが、博明さんが3年半前に亡くなり工場を閉鎖しました。その後鳥栖に作品を気軽に展示できる場所がないという新聞投稿を目にした糸山さん、これを機に工場を改築した文化施設の建設を思い立ったというわけです。施設の名前は糸山自動車文化館。自動車整備工場の面影を残したいという糸山さんの願いもあって、建物の一部に工場の鉄骨を使いました。木造平屋建てで普段はギャラリーとして使うほか、60人を収容できる音楽のホールとしても利用できます。他にも喫茶コーナーや和室を備えています。ここを、オープンいたしましてちょうど1週間以上経つんですが、いろんな方に来ていただきました。展示スペースとしては本当に素晴らしいということをおっしゃっていただいております。で、私はその他に、地域の方たち、この久留米、小郡とか、筑紫のあたりからもおいでていただいて絵を楽しんだり、それから水墨画を描いたり、そしてカフェで皆さんと一緒にいろんなお話をして楽しい時間を過ごす、それが私は一番の目的にしたいと思ってます。そしてその中で、絵を見たりお話をしたりっていうことで地域の皆さんが仲良く過ごすこの場所を提供していくことを一番希望してますので、仲良くやっていきたいなと思っております。糸山自動車文化館の開館時間は正午から午後6時まで、月曜日と火曜日は休みです。問い合わせは糸山自動車文化館、電話 0942-83-3831 です。